さあ、外国人に会いに行こう。英語喋れるかな、俺。期待しよう。今まで幽霊で外国の人見たことあります？あ、あ、髪がブロンドとかそういうなんかさ。外国人もおるけどさ、喋れるなんて聞いたこともないよ。はい、こんにちは、じゅーちゃんはんです。今度はね、何あれ、なんて読むの、白山、白山、富山、霊園。いいんです、どうせ字幕つけるから。カメラも持ってきたずに来てるってな。あ、デジカメいります？一応持っとこうか。さてどう、桜が綺麗。まだ敷地には入ってねえけど。どこが敷地や。ここ何？墓地。まあ墓地をぼちぼち歩こうか。今バカにしてるやろ。こういうの行った時ってさ、幽霊のリアクションってどうなってんの？ん？何も気づいてない。でも、いるんですね、墓のとこには人、いるんだと思って。まだ英語喋れん？外国人の幽霊がいて、要はそのここで取りつかれたら英語を喋るようになると。英語ダメな2人が来たらどうなるのか。前みんな日本人なんやけど。ん？みんな日本人の名前しかないんですけど。外国人エリアで区切ってあるのか、それまず探さなきゃいけないのか。じゃどう見てもみんな日本人やぞ。どうしたもんですかね。ほら、こってこてやぞ、日本人で。英語どころかカタカナすらないんだよな。めぐれこてこて日本語やぞ。あ、絶対ここ違うぞ。俺日本語ペラペラ喋れるもん。俺取り憑かれてるで、今日本語ペラペラ出るぞ。こればっかはもうあれだな。あ、しまった、それ、あ、それ考えてなかった。そっか、外人エリアで分けてあるもんな、この手のものは。そうだ、それ探さなきゃ。まず全部漢字ですけども。さてどうしよう。こっち側じゃないのか、じゃあ反対側、向こう側か。さらにまだむちゃくちゃあったぞ、向こうまで。頑張るしかない。とりあえずその外人のお墓エリアだけでも見つけたい。なんかみんなおしゃれなお墓やね。ね。どうしますこの状況。なんていうかね、ディズニーランド行くよって言われて、やったミッキーに会えるって思ったけど、ミッキー探さなあかんねんなっていうことを忘れてた気分。誰見てみ向こう。そうね、ずらーあるからね。こっから外人探すねんぞ。砂漠の中の真珠一つも見つけるようなもん。はあ、気長。探す一回は。どうなさいます。あなたのなんていうの、根気が先に折れそうな気がするんだけど。いや、もう折れとるよ。だってもう向こう一色やん、石で。っていうかこれだけ広くて範囲絞れなかったら、そりゃいろんなこと言い放題だわ。あ。ほんでさ、10分で10個ぐらいしかなかったら切れるぞ俺。あ、なるほど、ここにある10個のお墓が外人エリアか。ちっちゃいじゃん。なんてねえ、なんかね、10個だけって。あ、それはテンションなえるな。なえるどころじゃねえぞ俺。おお、
ちゃんと調べろボケーって言うわ。トトロで見たやつ。あ、ちゃんと見てるやん。あ、すげえ。軽く現実逃避してるな。さて、範囲広すぎるな。あ、すげえ。遊んでんじゃないんだよ。セバカ野郎、遊びたくなるわ。手分けするのもめんどくせえ。どうしようね。俺に行くな。取り憑かれるっていうか、ただ疲れるっていうか。疲れる、本当疲れるだけだもん。言葉がなくなっていくわ。あ、なんか取り憑かれそうになった。あ、取り憑かれる。ニーハオ。アメリカじゃねえな、英語じゃねえな。漢字ばっかり言ったもんだよ。ついつい。あ、漢字の本家に行ったって。いや、言葉もなくなるなって。違う。今、あ、この辺でそっとしといた方がいいよって言われた。なんでよ。お墓参り目当てじゃないのがバレた。バレバレだろ、こんなもんと、こんなもんと、パチ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 。そっとしといた方がいいよって言われたよ。割と素直にお説教食らった感じだ。え、優しい人やね。後ろにはついてるんちゃう。あ、俺らつけられてる。俺ら何しに来たんだ。墓参り。今回絶対外しとるぞ。これ三つ目も。うん。じゃあ、 あのここに関してはだから言ってるじゃない。あの、うるせえ。完全に乗りだって。え？言い訳じゃそれは。絶対外しとるぞ。うん。この3年ぐらいやってきて初めてやぞ、こんなあの落としとるの。エナキオ以来のなんかあれだよ。エナキオのがまだマシだわ。そうだよね、あの目的地すら見つかってないもんね。おめ、ただのおめ散歩やねんか俺。さて、どうされますか。うせばかやろ。いや、もうこれ行かずに次の場所行くっていうのもありっちゃありだけど。いや、ねえぞ、外人なんて一個もねえぞ、ほら。これや、あ、これだ。あ、ここか。入れねえ。入れねえ。あれだ。鍵閉められてるし。おあいしょ。普段立ち入り厳禁。失敗でしたね。いや、でもここ結構取れるぞ、取れるよみたいな。夜来たら声が聞こえるもん。英語は聞こえんけどな。